秋といえば焼き芋なんで、なんか甘みが増してますね。新潟市西蒲区の岩室小学校で3年ぶりに開かれた焼き芋大会。全校児童およそ120人が秋の味覚さつまいもを堪能しました。おいしい。実はこの焼き芋、春から子どもたちが育て今月収穫したばかりのさつまいもで、今日は子どもたちが焼く大切な日でした。1年生から6年生が協力し、焼き加減を確認しながら待つこと30分ほど。結構いいじゃん。柔らかい？柔らかかった。これいいと思う。甘い。火が強かったのか皮は焦げているようですが、子どもたちは食べ物を作る難しさをこの焼き芋大会で学んでいたようです。歯が黒くなったから最悪です。でもうまいです。植物を育てる大変さや楽しさをこういうさつまいもで学べるので、そういうのを中学校で生かしていきたいなと思いました。今年豊作だったさつまいも、今日焼き芋にできなかったものは今後ジェラートなどにして楽しむことにしています。